これさ、やばい。ちょっとやめさ聞いて、俺の葛藤聞いて。あのさ、龍河城、あのさ、龍河城ってさ、モニターに記録を感じしまった、発明でしまった。そうやね、今までドリキャラには縮小を話したかったけど、ちょっとこいつはドリキャラちょっと入ってるから、いやちょっと俺のこの葛藤さ、やばくない。いや、デザートリキャラドリキャラが好きなんじゃないね、そのキャラが好きなだけやよ。そうね、別にそんなもんやって。そう、俺は誰かにそれで見てもらってほしかったよ。そうだよ、そんな俺はでも、それも今、こうしたいとキャラクターじゃん。え、これ今やってる。ちなみに、あの、めっちゃ CV も消耗したように見えるやんか。結構すごいんだって感じだ。 CV 下野っぽい。なんかもっとかっこよくしたらこの CV 下野っぽい。 CV 下野っぽい。わかるわかる。なかなかそのセレクションはセンスが。メインキャラが金髪の子なんか物語に出てきた。メインキャラは今じゃあガリオさん、俺見たことないからさ、その解説してよ。このキャラはどういうストーリーやの。お前らもう個人で見るよこれ。ストーリーはなまあ画面だからなかなか実践してるよ。まあナナナちゃんがさ、自爆霊やねん。紫髪の子、自爆霊、幽霊、自爆霊やねん。自爆霊やねん。で、自爆霊やったんやけど、そいつのコレクションやねん、ナナナコレクションっていう、はい、なんかすごいのがあって。すごいね、これをね、この今主人公が住んでる島をもともと奈々ちゃんが作ったのが出しました。あ、すごい。島全体をね。やばい。でその島に遺跡が何個もあって、その遺跡の謎を解くと奈々コレクションを手に入る。そうだよ。奈々コレクションのもうヤバすぎて。ヤバい。奈々コレクションヤバすぎて。いっぱいその奈々コレクション以外にもヤバいのあるんだけど、その中でも一番ヤバいやつを揃えたのが奈々コレクション。奈々コレクション。まあ今の読みはやばい。そう。もうね、やばいよ、何でもね、願いが叶う杖とかあるから。あ、ほんまに終わるよ。ドラゴンボールやん。そう、終わってるよ。終わるよ。で、成果終わりよ。終わって、俺はこれで世界を征服するみたいなことを言い始めたやつに乗るから。バナナコレクションね。バナナコレクションで、やばいね。やばい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 。見た方がいい。深いよ。いや、全然浅いけど。その話はめっちゃ浅いけど、言うてもキャラが好きなもんな。でもキャラが好きなのか、話もいい、ほんまにいいのかがわからない。ほんまによくはないけど、ほんまによくはない。いや、その気持ちわかるよ。いや、俺もさ、あってさ、人に言えへんアニメ好きだったりすんもん。これはゾンビですか。え、別に思うこれゾンビ。あ、いや、あゆけ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 、え、あれめっちゃ好きやで。いや、俺さ、いや、あゆけじゃないけど、いや、ノリは違うけど、すげえ面白いとかじゃなくて、まあ、今週も面白かったなって思われるやつ。これな、結構ああいうな、ちょっと変にシリアスな部分と普通にギャグのま、あれのそのコントラストっていうかな。それ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 。ああ、結構好きやねん。ずっとシリアスとかよりも、ずっとギャグとかよりもちょっとそのそれなんか7秒ぐらいでそういうこと。まあバランスはどうでもいいけど、その両方ともあった方が好きになる場合が多い。どっちか一個やったら思わないで。キャラが普段はめっちゃおしゃれそうやけど、最後の5分だけめっちゃかっこいいじゃん。すごいやじゃん、ほんまに。いや、言える話は振られればいつでもそうするんじゃないですかね。あ、その辺は言ってもらえれば。いや、俺と振られないから言える話。俺と伊野さんが全力拒否してくれる。多分ね、マイクを注いでた方がええんじゃないかなってなる。そのうち。いや、だってもっとさ、酒飲みやから。いや、もっと格ゲーの話以外にさ、聞いたことあるでしょ。人生とは何か。ああ、何でかしら。いいよ。あー、伊藤さん、伊藤さん、あ、お、ミスコーキ次、レア、レア、あ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 、最速やった。迷うよ、まだ。でもグバイとライジのジャンプビーさ、立ってる間にさ、ヒットした方がいいさ、ちょっと謝ってな。そう、こんなどこにやか謝った方がいいよ。こんなテーダージャンプビー強くてごめんなって。私棒も使うけど、テーダージャンプビーこんな速くてごめんなって。シティレット結構伸びる。あれちょっと謝ってほしい。あれ誓約書書かせましょう。謝ってほしい。ジャンプビー強くてごめんなさい。残念、ここライチ3人いるんだよね。謝ってほしい、ちゃんと。あれ普通の性能。いや、ライチ使いが4人分から。そう。ライチ使い以外で今は3人やけど、いや、ライチ使いやけど、聞くって読んだ。なるほど。なん
映画館でやったら山崎ってハンドルボインジャーやけん、ボインジャーやけん、あんなキャラいねえぞ。ライチはレイチェル1、カロル、ラグナの方がジャンプし、ハトオープン、ジャンプし、そらそうやろて。あとバルケカルル、カルルもできるやん。ジャンプ B 同じ同じ、カルカルのジャンプ B 家でパーンと結構早い方やけど勝手に立たないやんか。同じ江野さんのツイッターの壁になんで願いの書き場なんですか。あのゲーム体験版だけやって、え、全部やってないよじゃあ体験版だけやって、てか願いの書き場って分かるんや、やったんやん。じゃあいや分かんないですけど、いやこの人が、あ、コメント、まあそう、願いの書き場、まあなんとかなんとかアグリミントっていう、エロいですか。あ、18禁じゃない、ナインパソコンのやつで、まあ、声優にさんで釣られて、体験版だけやって、はい、カナちゃんに釣られて、あの、はいはい、見た目がさ、おばたちゃんっぽいですか。で、カナちゃんやって、じゃあこのキャラ期待できるぞと思って体験版やって、高まって、その壁紙にしたけど、別にゲームだっていう。高まったのに、高まったのに何もしない、何もしない。ああ、ああ、フォロワー数やばい。いや、ちょっと最近戦闘力上がってる。なんか、いやでも江野さんの戦闘力上がってる。江野さんやばいよね、これは。分からんな、はい、自動的伸びてるな。なんで俺江野さんのフォロワーが来て増えるのか俺には分からん。いやでも、うちの師匠が江野さんは有益なことをつぶやくからフォローしといた方がいいってボソッとつぶやいてる。そうやろ、エローさんは普段ふざけてるけど有益なことはたまにポロッとつけられるから。いや、お前、それ抜き打ちテストやん。いや、ローキーズのキャラになんか、白芸のブレブレのキャラがいいと思って。いや、なんかもうそんなこといっぱいありすぎてわからへんけど。いや、だから江野さんのツイッターのバランスは格ゲーの話した次の日ぐらいからこうアニメとかなんかの話を聞いて、で、2日後ぐらいまた格ゲーの話に戻るから。僕はもう2400人のフォロワーなんか我慢してるんだよ。我慢する周期の方が長いよな。絶対長いよな。いや、でも待ってんだよ、ずっと。いや、辛いことがあるわ。あれや、なんかヤンキーがいいことしたみたいな。あれ卑怯やな。ライアン、リアン、うまい。リアン、伊藤さん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 、またジャンプフィーか。あ、コキ、あ、あ、あ、伊藤、伊藤、伊藤じゃないわ。じゃあ、 あの人さ、伊藤奥から今日パン投げしてきたんだよ。で、あの、ね、願いのかけら、やった人いると思うんですけど、感想、よかったら聞かせてください。何の願いのかけらって、エロゲーっぽいギャルゲー。パソコンの18禁じゃないゲーム。全然でしょ、読んだんすよ。ゲリっぽい。あ、こいつ。あ、そう。なんか猛獣の中に放り込まれたプラチナって言われてる。あ、でも入るやん。アイコン、俺前はほら、あの、今日はエッチなしだよやってんか。あれはあの、何やったっけ、あの、松見清。うん、松見清さんの。あれは、今のボレル。カナ様にフォローされた、その日に。え変えた。え、立ち回り。え、立ち回りでしょ、そんな。え、なんでや。いやだってカノ様はそういうの関係なしでフォローしてなかったんですよ。フォローする、じゃフォローするカナ様と話した日に書いた。え、フォローされるのに書いた。フォローされると分かってないけどみたいな。分かってないけど書いた。で、何か嫌な予感がしたり。いや、それこび言った。念のために。そう。え、念のためだっつって。念のため。しかもアイコン青欲しいがプラチナ強キャラって見せてくれるって。ツイッターのアカウント名やな。いや、ささいね、のため。強いのは、これツイッターのアイコン、これそうです。あ、だから、その前のアイコン、その前より前のアイコン。そのな、カナ様に倒される前日か前々日ぐらいに、それに変えた。リスク感ってやばいって。立ち回りやばい。いや、やっぱ稼げず、インベットしてる。念のため。いや、そこはもう完全に読んでないです。いや、念のため。だから、やっといてほしい。ああ、とりあえず、押しといてよかった。そう、ノーリスク。リスクある行動しなかった。今日はエッチなしやってさ、違いやん。まず、そういうキャラじゃないしさ。いや、やばい。なんでこいつこれをアイコンにしてるの。やろ。なんかおもろいなと思ってそのアイコンにしてくるさ。いや、それを、その人も喜んでるからのような感じやっぱさ。そう、別にそういうわけじゃん。おもろいからそのアイコンにしたんだけやのに。
なんかもうそういう人やと思われたもん、あれ。そう、だから嫌やから。エノさんのヘッドバイカって10歳みたいな。10歳ぐらいかな。俺、それセーバーかなと思って。ああ、あれなんなん。まあその願いのかけらのと銀のアグリーメントっていう、さっき言ったように18禁じゃないパソコンのゲームの全然言ったようなやつ。まあ一部か、ヒロインの一部だから、声優が花澤とかコンマンえリライトとかコンマン多分ケイトとかとつけたもんね。そうですよ、中二系のそういう、あうまい画面の中ではすごい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 対戦が起きてるはずやろ。周りでは完全に確かにいい武器いいね。格ゲーに勝てるようになるエロゲーってある？ありません、甘えんな。エロゲーやってる暇があったらゲームしよう。そう、あるわけないやそんな。甘えんな。そう、しかお前もさ、あると思って書いてへんでしょ。あるわけないからとか、これ現実よ。まあ、声優を押せば強くなる。いやー、声優を押せずにボタンを押す。そうや、ボタン押す。声優を押してる暇あったらボタンを押す。声優を押すなら声優を押すわ。これやわ。え？それやわ。それや。ガネオさん、それツイッターに貼ってや。これや。これやばくない？これ。自分で考えそれ。それ煽りすぎやろ。何でもかんでも人に断ろうと思うな。自分で考えろ。じゃあこの画像やばい。ジャガーさんが言ってるのやばい。あ、これジャガーさんが言ってるから、これ俺じゃないから。いや、別に僕のセリフじゃないです。今完全にリスク管理したけど。ジャガーさんが、じゃ僕じゃないです、ジャガーさんが言いました。自分で考えろ。いいね。話に戻ると、俺が今までやってる一番好きだったルゲは多分シャリの国かな、マジ恋かな、悩むって感じ。そう、広島それも、あの、三上さんくらいでやってたけど、美味しいから、うん、スッと揉める。広島うまい、俺マジ恋さ名前ふざけてるけど、うまい。青し、青し、俺 A2 はやったからな。 A2? サンキュー。お土産類もあるから、あれ全部取ってたのかな。持ち切れるくらい。甘髪だけだよ。そう、だけ山くせないかも。いこれこれ。くせないな。伊藤さんにエロゲやらしたらなんか死にそうやな、途中で。プレイ時間長すぎて体力なくなって死にそう。バッドエンド。マジ恋ってそれですよ。マジ恋は面白いやつ。マジ恋ってこれですよね、大将。真剣。そう、マジ真剣。マジで私に恋しなさい。あのアニメ見てて思んないと思った人はそれはしゃあない。アニメだ。いや、アニメ見て思んないですよ。 You are my sin。 あとは俺は光と思った。あれあれも覚えてんけどな。 You are my sin。 なんだっけ、覚えてる？何が You are my sin。 光ともす街になんとか。いや、覚えてない。なんだっけな、あれもな。なんか意識して覚えたのに、いつか使う日が来るかと思って使うまでいつか使う使うまで忘れてしまった。例のアニメだ、やめ。5、6秒ぐらいある。なんか強キスとかいうものもアニメ化してたりそうやな。まあ言うてコンテンツというか素材不足もあるから。いや、お前らさ、俺がなんでエロゲ始めたか知らんやろ。知らんの。いや、知らんの。いや、そんな生い立ちは知らんよ。知らんで当たり前やろ。性欲を持て余すわ。あ、じゃあ、あまりあるパワーを発揮するところがなかった。いや、俺も昔は、あの、アルカナの中さ、いや、あんな恥ずかしいゲームをちょっとできんみたいなさ、期待があったよ。あ、なるほど。が出会った LT での方がおって、九州の方だけど、つばめかんっていうのを知らせたのに、つばめかん。その人が、陸軍の軍人で、たまった性欲を。いや、違う違う。聞きましょう、聞きましょう。もうな、紛争したいとかもう、マジでいかんと分からなくて、別に何してるわけじゃないけど、結構危険なところに行かな、遠征しに行かなあかんので、精神的にかなりヤバくなるらしい。この精神を俺はどうやってもうこの回復できたかって言ったら、マブラブだっつって。え、ちょっと待って、ちょっと待って、マブラブだ。どういう流れで守られてなった日本の治安を。そう、日本を守ってくれてはる方々はマブラブを
そうそう、マブラブをやるために生きとんよ。それで日本を守ってくれとる。つまり世界は世界を日本を救っとると同じじゃないかと。これは俺も壮大な話でしょ。一回やるべきだと思って。でも実際村久米さんとか結構やってるからな。そうそう、ほぼなんで小村ちゃんが重火器を扱ったから俺も扱うために自衛隊に入るんだ的な。その人リツイートで回ってきたじゃないですか。携帯なのかのかどこか見られてないってことかしら。なんだこれ。七色道携帯の中にその七色の画像とか入ってへんかチェックしてるんだ。あんななんか伊藤のイジのやつだろ。七色道かなり前やな。めっちゃ前やな。あんなのどうせ女画像しか見えへんかったけど面白い、ね、エンジェルビーツはエロイン入りますか。あれゲームじゃん。アニメでしょ。エンジェルビーツめっちゃ好き。エンジェルビーツはうちで視聴会やるぐらい。めっちゃ好き。テンション可愛い。もうあのもうラジオ俺全部買ったの。マジで買った、まあ、ラジオシリーズ全部買った。あれですよ、貸して。滋賀の光くんもめっちゃ好きらしいですよ。ないだって言ってましたよ。後半あって、あのアニメの方は残念で怖いけど、あのさ、あの死んだ世界伝説みたいなのあの雰囲気が大好きだった。あ、そう、大事だった。いいね。オープニングからの雰囲気やばい。オープニング確かに曲はまあ、オープニングとお借りする。あ、ですよね。だってもうあれだよ。俺普通にはないとかないですか。ないないない。お前静岡県民。あ、さらに追加で。これ君のお土産？俺はだめ。エンジェルビーツ追加。あの、さらに追加。おお。オムラエンジェルビーツが好きだけど、俺普通にユリが好きっていう。やばいな。それは。まあユリが、まあユリも好きって感じ。あ、天使。まあ、天使はもちろん好きだし、だけど、もちろんその、マジでなかなかすごい。そう、ユリも好きやねん。ユリって好きってなかなかすごい。あんまり言う人いない。それがもちろんすごい。ユリッペ？いや、リッキーだ。ユリッペって聞いたらなんか、ユリッペって、ハリウさん、カサルさんユリッペって、ユリッペって言うとなんか俺嫌やな。ユリッペって知らん？え？誰？ユリッペ。ユリッペ？エロゲのキャラ。いや、違う違う。エロゲ。何だっけあれ？ユリって聞いたら、なでしこの方しか。俺もこっちやな。なでしこの方。ゲートキーパーズ。ああ、わかる。名前しか聞いたことない。でも両方ともディゲートキーパーズはめっちゃ好きやったんや。最後の主人公クソすぎてビビったわ。デンジェルビーツ言ってるぐらい。だって天使ちゃんいなくなったら嫌やろ。そうですね。お前も嫌やろ。俺も嫌やし、主人公も嫌やって。いやだって話の流れがあったじゃないですか。みんなをそういう流れでね。で、なんか最後2人になった時にああいう流れになったから、みんななんでみたいな流れになってる。どこここもな。いやでも、でも、いざ自分がさ、もしも行動したらさ、最後の2人になって、やっぱ分かりたくないんで。そう、なるやん。そういう気持ちは分かりますよ。俺はなる。分かりますよ。みんなもなるはず。主人公もなる。あ、その機械的に動いてほしくないみたいな。なるほど。人間味がある、確かに。そうですね。そのパーツ。早速使ってる。パーツ。あ、なんか来ました。喧嘩ですよこれ。みんな消して喜ぶのがクソすぎて超冷めるわ。違うね。あ、これ勘違いしてる。あ、これ朝そう。みんなが消してるのを見られて、みんなが消えたのに、でもそれでも気持ちの変化ですよ。なそう。あそこはね。やっぱそうなん。いざやっぱいざその場にやってみるんだったら分かることってやっぱあるやん。それに主人公は気づいてしまっただけなんで。別にそのいや本当はクソすぎクソすぎるのにすぎそれクソなことしたのは最初からその予定じゃないですか。そうそうやん。それは分かってないんだよ。エンジェルビーズみたいな俺ちょっと説明して。エンジェルビーズはじゃあ死んだ世界の話。すごい感じ。あ、なんかあの3話ぐらい見た。3話ぐらい見た。なんか仲良かったってたらが3話とかも言わさってたら3話とかギター消えた。無駄消えた。だから最終的にはあれが目的やん。成仏するやん。そうそう、成仏させるのが目的やん。まあ成仏っていうか別に死んではいい。消えてしまったって話じゃないけど、なんで消えたかって、まあ最初途中まで分かんなってくる最後の方で、まあ要は満足しか消えたんだと。確かにあいつらは消えたよ。マジこの世界は死んだ。それは客も死んだ者たちが客が足りんかった。それは許したってくる。無念がある者たちが来る世界で満足したらこの世界を去って、それがまあハッピーエンドなんだよ。感じのりになって。あ、そう。で、まあ電化消えて終了。電化消えて終了か。途中でみんなを誕生させる。俺が結婚してやんよ。
あ、その話はいや、その話はギャグなんか泣かせるところなんか全然わからなかったからあれ難しい、あれは判断が難しいところ。俺はすごい感動したと思ってる。いや、あれは曲がせこい。曲構成が結構高すぎて、あれボーナス構成かかってました、150ぐらい。確かあれ1万の宝物が入ったギャグ。そうっすよ、あれはずるいな。曲はあまりすぎて、ちゃんと俺声優インタビューまでちゃんとチェックしてるんですか。どうやって、え、今週の話なんでそうなんですか。確かに一発でああなりましたね。ちょっと探して、え、いきなりゴールド行く。これやばないなって、卵かな、ケーキかな、どこどこどこ。じゃあお前、開けかけのこの味方向いてね。で、卵かのゴールド、まだ美味しい。自分がそっち食べたいだけど。あれ、もしかして GTA があった。あ、そういう。あー、ここでいいかね。なんかエンジェルビー好きじゃないか。なんか GTA オロジーかなって。コメントだけじゃないですか。いや、コメントしてへん人は。だから今、コメント好きやって今言ったら、もしかしたらコメントで叩かれるかもしれんって言って、帯で出てこないんですよ。みんな、あんたも狙って決まってるから。あ、どうぞどうぞ、何でも言いますよ、一つ食べんの。いや、何でもいいっすよ。いや、今僕、マジでお酒飲んでるんで、あの、基本的にこの放送、酒飲んで人に話してるだけなんで。いや、金作品はベタすぎてって言うけど、僕、人は好きやから。ベタすぎ、まあ、人はやってもらえるのないけど。なんか、おもろいのあるって。朝着物。朝はがなり。朝はがなり。どういうことっすよ。朝はがなりって。なんか、金作品、なんか面白い。だって、僕のツイッターのアイコンあるじゃないですか。あれ、リトバさんのキャラですか。あ、あれやろ。え、あれおもろかったよ。スタッフカナタ。たぶんね、え、伊藤さんに俺とは言って俺何もない家族で。あ、エンジェルビーズ何見始めた。俺も近いね。アニメちょこちょこ見ててんけどさ、まあドラドラとかシャーとかさ、リゲン大好きだったけど、その情報置いといて、エンジェルビーズを見始めてから、アニメってこんな楽しかったんだ、じゃあこれからも見ようと思って見始めたって感じ。ヒロインのこと頭弱いとか言うのやめろ。だからエンジェルビーズのおかげで今の俺が完全に道を見合ってたんで、少しなんかキャプター見れ始めた。エンジェルビーズ見終わってちょっと調査してくるわ。 IS と俺妹、そんな辺の時期あった。確か IS 全部見た。 IS 見たの。2期は折れた。やられた。折れた回は6話か7話ぐらいの半分。シャルのハンスが警戒してる。知ってる。いや、僕まず IS 見てないですけど、どういう話なんですか。あ、一応ロボット、人が装着するロボットがあります。はい、でそれは普通女しか装備できません。あ、男が装備できるやつがいました。それが主人公です。はいはい、で、その IS の番号に世界であんまりない、もしか一つしかないか覚えてんけど、その後に主人公が入ります。ああ、 IS が。それでまあ多少ドタバタしつつ、ちょっと新しいやつ装備もありますよって感じで。いや、ちょっと待って、ちょっと待って、みんな周り女やのに一人だけ男やねん。いや、その時点でもう相当やばい。いや、終わってるよ。やばい。あの環境はもう勝ちしかない。勝ちしかない。そこの学校に対してね、勝ち組の人生を。ちゃんと勝ち組のコースを歩いてるね。その勝ってるのは分かってるけど、どういう勝ち方するかを選べるみたいな。いや、そう、その勝ち方を見るゲームやな、あれは。え、けどあれ見たら人生の勝ち方が分かるかもしれんな。ほんまに。いや、あれ運が必要。それあれでしょ、捨て振り間違えたら終わるゲームでしょ。ちゃんとそのIS を装備できる体に生まれたら。いや、だってそんなん楽に全部振ってへんたら終わりじゃないですか。まあ、そう、才能がある。2期では結構メインのシナリオっぽいのが進みそうに見えて何も進まん。え、何も進まんの。進んでないと。しかも1期もさ、ほとんどの全員集まって終わりに近いやんか。6話ぐらいはほんまに見たけど、うん、全く進まなかったよな。パンツの話6話違った。多分6話ぐらい。パンツ携帯入ったみたい。シャルのあの話で俺はシャルが好きだったにもかかわらず、あの話で切った。いや、俺たちはあれじゃん。いや、あれさ、違うやん。別に俺たちはパンツに別に消えてほしくないよ。俺たちは消えてない、欲しくないにもかかわらず消えてしまう。やばい、別に超常現象とかがある世界ではない。テクノロジーは進んでるせいで、そのロボットみたいなのがあったりすると、はい、別に本丸超能力とかある世界じゃない。普通に科学が発展してますよ、終わりみたいな。なのになんか主人公たちがその IS のやつをちょっとしたミッションでさ、はい、ちょっとだけ失敗して、なんかさ、貨物列車とか貨物がなんか
爆発しました。そのなんか化学物質やん。そう、化学物質が爆発しました。で、その翌日、なぜかシャル、可愛い女の子のエストが多いもしかしてシャルのパンツが消えてました。それ、彼女ちゃん。いや、それはね、そう、順番に説明すると、ほんで、なんでだというふうに調べたら、もしかして、昨日のミッションの貨物がちょっと、化学物質が爆発したのが原因じゃないかと、まあ、意味不明やねんか、パンツ。だいぶ意味わかんないけど、まあ、意味不明やねんけど、その後、じゃあパンツ、まあ、水圧入ってるやん。吐いた瞬間に、吐けばいいじゃん。吐いた瞬間にさ、それ消えんねん。ほんまですか。ほんまに。いや、ほんま。やばないですか。いや、うちでさ、なんか3、4人で見てたよ。3、4人で見てて、これやばないって。いや、なんであんなにさ、いろんな話作れる中から、それをなんでチョイスした。そう、パンツが、ハック、次から次へと消えねんか。え、それやばいっす。じゃあもうそんなん、あれやん。ドーパンしかありえへんやん。無理やん。そう、これ無理っすね。まあ、その、幸いその症状はすぐ治るようになったから、あー、まああんねんけど、まあ、ドーパンで言ってたらないやん。まあ、じゃあまあ、それはまあ、シャレもしゃあないし、はい、ドーパンで過ごすやん。でもほら、気になってる男の子の位置からさ、ちょっとなんか階段で後ろ見たりとかさ、したらさ、ズボン吐けやん。あいつ、断層ストップやんけな、一番。このズボン吐けやん。スカート巻く意味がないんですよ。いや、僕今間違ったこと言ってます。至極まっとうな意見やと思うんですけど。ジャージあるよな、お世話も。あるでしょ。あると思うんだけど、吐かへんね、やっぱり。中道言われてるで。なんか。残念な、最後。残念な、ほんまに。格ゲーの話してないじゃないか。パンツに蹴るほうじゃない。そう、本当に。そう。別にパンツに、パンツ。いやでも、パンツがめっちゃ見えるやつもないるし、そう、難しいけど、そう、だからコメント、この発想はなかったのか言ってるけど、冷静に考えてみ、履けるもんはスカートでちゃうねん。いや、パンツ着るはほんまにやばかった。で、その話を最後に、俺はイエスに息を切った。いや、それは誰でも切れます。でも僕でも、はっきゅう。俺でもな、結構溜まってて、俺その話で見たで。溜まっててけど、その話でもう好きな人だったのに、きつかった。いや、しかもそれまでの過程でストーリーがさ、一番最初に変な夢見るなんか襲われる夢みたいな夢が一瞬エースさんの1回ぐらい出てくんねんけど、ストーリーは一個にすまみたいな。いや、あの格ゲーの話と言われたらちゃんと答えるにしてるんですけど、あ、結構バッサリこう思いっきり切りに行ってるんで、なんか怖いって言われたんで今こんな話してます。なんか質問あればどんどん言ってもらっていいんで。ただの質問でも、はい、どうぞどうぞ。あの今のところいるのは大器使い3人とカルル使い1人、プラチナ使いとレイチェル使いバルケン使いですね。大器使いのパイオニアがあるので、パイオニアが多いです。あー、ジン使いも1人いますね。そうそう、ジン使いもいますね。強靭格が出てきたらジン使いなんです。あ、だから質問とかコメントあれば一応拾うようにしてますし、あのもしダジャレの対戦が見たとかあれば実現するかうまいかもしれない。あれ伊藤さん、なんかさっきから買ってるところ見たことない。伊藤さん結構待ってやろうと思いますね。次枠も取っていきますんで、まあ、このまま引き続きよろしくお願いします。ジン使ったらドリンクくれるんですか。ジン使ったらドリンクくれるんですかって言ってます。それはゲーセンの話。それゲーセン。俺がもしもあれニクレメでしたっけ。ニクレ、イクラセーフ。イクラセーフ。イクラ許した。イクラはそれ気分転換ですもんね。そう、別にイクラぐらい。テルミ使ってたの。一回使った。でも、あ、でも2回目は見られてないセーフに。いや、2回使ってないし。なんかどれでちゃうか。でも集まってる様子の画像とか言ってますけど、こんなん打ってしたらもうたまんですよ。いや、一応あのスカイプゴールとか調べてね、ウェブカメラあるんで流せるって流せるんですけど、エノさん、ゴールの意味が分かんない。エノさん、エノセルミみたいって言われてます。もうでも使ってない。いや、しょうもない、しょうもない。ツボン発見は数薬ですね。数薬バルケンです。スーヤ君が、ちゃうこと、スカートだけちゃうこと履けるもん、ズボン履けと。だってズボン履いたらええじゃないですか。エノさんのプレイ見ても、基本的につまらんと思うよ、俺。ああ、ほら、やってる側が、マジこいつ性格悪いなって思うときに。分かりづらいと思う。いや、多分、ほんまにつまらんと思う、俺、理由が。基本的に。ほんまにだから別にそんなにふうみたいな豚声なってるのは否定しません。今ブヒブヒ言ってます周りが。そうやっぱり僕はまともな人なんだよ。いや俺さ、すごいさ正論言って言おうまっとうなんで、俺さ本当に豚かどうかが割とまともやね。こん中で割とまともですね。こん中ではとか論点はさ、そこじゃない。豚かどうかが問題じゃない。豚に見えるかどうかが問題だと思うんだよ。
ゃあ僕は豚じゃありませんって言って見た目豚やったらどうするの？え、それは逃れられない。逃れないやろ。やばいやばい。でも俺ガリオさんが僕萌え豚ですってもう8個1台言ってんのと思う。でも豚やけど豚やけどそこは避けられへんけど豚じゃない皮をかぶった方がいい。それオーラ。いや違う、豚じゃない皮をかぶる。かぶりそう。いやそれはやっぱな、エビで。エビをかぶる。豚だったら豚でもえ俺さやばちょっとやめさ聞いてや、俺の葛藤聞いて。あのさ龍河城、あのさ龍河城ってさ、モニターに魅力を感じてしまった、コツメてしまった。そうやね、今までドリキャラには縮小を話したはったけど、ドリキャラちゃうみたいな思ったけど、お世話の名前ちょっと入ってるから。いやちょっと俺のこの格好さヤバくない？いや別に的なドリキャラが好きなんじゃないねん、そのキャラが好きなだけやよ。そうね、別にそんなもんやって。そう、俺は誰かにそれで見てもらってほしかった。俺はそんな俺はでもすごいね、今こうしたいと思う。キャラクターえ、これ今やってるの？ちなみに、あのめっちゃ CV も消防署に見えるやんか。結構すごいんだこんな感じだ、うん、CV 下野っぽい。なんかもっとかっこよくしたらこの CV 下野っぽい。 CV 下野っぽい。わかるわかる。なかなかそのセレクションはセンスが。メインキャラが銀髪の子なんか物語に出てきた。メインキャラは今あ、ガリオさん、俺見たことないからさ、この解説してよ。このキャラはどういうストーリーやん。お前らもう個人で見るよこれ。ストーリーはなまあ、まあ、画面だからなかなか対戦してるよ。まあナナナちゃんがさ、自爆霊やねん。紫髪の子、自爆霊、幽霊、自爆霊やねん。自爆霊やねん。で、自爆霊やったんやけど、そいつのコレクションやねん、ナナナコレクションっていう、はい、なんかすごいのがあって。すごいね、これをね、この今主人公が住んでる島をもともとナナナちゃんが作ったのが出した。ああ、そうです。島全体をね。やばい。でその島に遺跡が何個もあって、その遺跡の謎を解くとナナナコレクションを手に入る。そうだよ、ナナナコレクションのもうヤバすぎて、ヤバいナナナコレクションヤバすぎていっぱい、そのナナナコレクション以外にもヤバいのあるんだけど、その中でも一番ヤバいやつを揃えたのがナナナコレクションナナナコレクション今の読みはヤバい。そうもうね、やばいよ。何でもね、願いが叶う杖とかあるから。あ、ほんまに終わるよ。ドラゴンボールやん。そうそう、終わってるよ。終わるよ。で、成果終わりよ。終わって、俺はこれで世界を征服するみたいなことを言い始めたやつに乗るから。バナナコレクション、誰やねん。いや、4人。あの、いや、ね、ライチ使い以外や。今は3人やけど、いや、ライチ使いやけど、聞くって4だね。なるほど。なんていう感じやん。ライチしてるの。あ、でも5人じゃん。5人じゃん。あんなキャラいねえぞ。ライチさん、レイチェル、イチ、カロイ。いや、ラグの方がジャンプし、発想する。いや、ハトン。そらそら、そらそらよって。あとバルキューさんや。カルル、カルル。カルルもできるよな、ジャンプビー。同じ、同じ。カルル、カルルのジャンプビー、家でパーンと結構早い方やけど。勝手に立たないやんか。同じ。矢野さんのツイッターの壁になんで願いの書き方なんですか。いや、あのゲーム体験版だけやって。え、全部やってないよ。じゃあ、体験版だけやって。てか、願いの書き方って分かるんや。やったんやん、じゃあ。いや、分かんないですけど。いや、この人は分かんない。あ、コメント。まあ、そう、願いの書き方、まあ、なんとかなんとかアグリミントっていう。エロいですか。じゃあ、18禁じゃない。ないパソコンのやつで。はははは。声優にさんで釣られて、体験版だけやって。カナちゃんに釣られて、あの、はいはい、見た目がさ、おばたちゃんっぽい。ナナコレクションで。やばいね。やばいやばいやばい。見た方がいい。深いよ。いや、みんな浅いけど。その話はめっちゃ浅い。まあ、言うてもキャラが好きなもんな。でも、キャラが好きなのか、話もいい、ほんまにいいのかがわからない。ほんまによくはない。けど、ほんまによくはない。いや、その気持ちわかるよ。いや、俺もさ、あってさ、人に言えへんアニメ好きだったりすんもん。これはゾンビですか。え、別にいいよ。これゾンビ。あ、いや、あゆけ、あゆけ、あゆけ。え、あれめっちゃ好きやで。いや、俺さ、いや、あゆけじゃないけど、いや、ノリは違うけど、すげえ面白いとかじゃなくて、まあ、今週も面白かったなって思われるやつ。これな、結構ああいうな、ちょっと、変にシリアスな部分と、普通に、ギャグの、まあ、あれの、そのコントラストっていうかな。それ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 。あー。結構好きやねん。ずっとシリアスで。とかよりもずっとギャグとかよりもちょっとそのそれなんか7回ぐらいにそういうこと
まあバランスはどうでもいいけど、その両方ともあった方が好きになる場合が多い。どっちか一個やったら思んないよ。キャラが普段はめっちゃおしゃれそうやけど、最後の5分だけめっちゃかっこいいすごいやで、ほんまに。いや、格ゲーの話は振られればいつでもするんじゃないですかね。あ、その辺は言ってもらえれば。いや、俺と振られないから言ってもらえば。俺と井上さんが全力拒否してくれる。多分ね、マイクを注いでた方がええんじゃないかなってなる。そのうち。いや、だって、もっとさ、ゲノミやから。いや、もっと格ゲーの話以外に聞きたことあるでしょ。人生とは何かってな。何でかくらい。いいよ。あー伊藤さーん、伊藤さーん、あ、ミスコート。レア、レア。最速やった。迷うよ、まだだよ。ロバイト。ライジのジャンプビーさ、立ってる間にさ、ヒットした方がいいさ、ちょっと謝ってな。そう。どこにあった、謝った方がいいよ。こんなテイダージャンプビー強くてごめんな。私ボーンも使うけど、テイダージャンプビーこんな速くてごめんなって。シティレート結構伸びる。あれちょっと謝ってほしい。あれ誓約書書かせましょう。謝ってほしい。ジャンプビー強くてごめんなさい。残念、ここライチ3人いるんだよ。謝ってほしい、ちゃんと。だから必要性の。ライチ使いが4人もいるから。そう。